中道先生のインタビューに続きまして、今ハート3の主催でいらっしゃいます田中裕子先生にお越しいただきました。先生、温かく見守っていただいてたんですけれどもちょっと私質問したいことがございましたので、また付け加えしてよろしくお願い申し上げます。はい、よろしくお願いします。中道先生、今回受賞おめでとうございます。ありがとうございます。先生のご家庭からもうたくさんの方が受賞なさっていると思うんですけども、今回中道先生が選ばれましたポスターに題材に関しまして、先生のご指導とかそういうことから選ばれることがあったのでしょうか。お伺い願いますか。はい、その時は都庁だったんですけれども、ちょっとコンセプトがありまして、はい、それに合わせてその中から選んでいただきました。ああ、そうなんですか。はい、先生はもちろん皆さんご存知の通り、去年ですね、文部科学大臣賞をお取りでございまして、もうそれはそれは対策を拝見させていただいたので、もう先生がそんなのを取らはると、やっぱり文科生の先生もそれはもうね、大変やったやろうなって私なんかはこうやって思ってるんですけれども、どうですか、先生のご指導もね、今までも大変やと思うんですが、どういうことを主に後継者の方々にご指導なさっていますでしょうか。そうですね、はい、まず楽しんで作るっていうことはもうずっと、はい、最初からね、皆さんに伝えてて、 ね、その中でもやっぱり自分の個性を出すっていうことですよね。はいはい、やっぱそこを大事にしてますね。なるほど。これはうちのやり方じゃありませんっていう言い方しないで、はいはいはい、しないで、やりたいように、はい、作やりながらも作りながらのご指導あ、なるほど、アドバイスをするってことですね。そうですね、はい、もうやっぱりもう私にしてみたら田中先生のところはもう細かくてもうきちっと作っていらっしゃるという印象がある、そのままを中道先生もお作りになられたので、それはね最後にありますね。やっぱりここもちょっと頑張ってくださいっていうアドバイスは必ずしますね。はい、あ、そうですか。やっぱり先生のチェックが入ると、やっぱ素晴らしい出来上がりがやっぱりより一層よろしいものになりますよね。そうでしょうか。私もね、本当に素晴らしい、ありがとうございます。中道先生ね、言いにくいやろうなというところをね、全部田中先生にお願い申し上げてちょっと先生お願い来てくださいというふうにね、突然特別出場でしていただきました。先生、去年のその文部科学大臣賞を取られた後、もう皆さんからの注目の的があったと思うんですよ。生徒さんからも皆さん、どうでしたか。はい、おかげさまで、はいはい、いろんなとこから見たい見たいって直接見たいっていうお話いただいて、はいはい、見ていただいたり、はい、家に来ていただいたりもありました。そうですか。はい、いやもう去年インタビューさせていただいたのが昨日のことのようなんですけれども、ね、はい、本当にそうですよね。いや、もう去年のことをまた今年インタビューできるのがとても嬉しいです。来年も先生インタビューしたいです。よろしくお願い申し上げます。お二方お忙しいのに今日はお時間取りました。ありがとうございました。先生ありがとうございました。おめでとうございました。はい、ありがとうございました。